1回戦 F グループは7フレまで終え、サンフレからストライクを続ける岩渕がトップ。それを名は、さらに鶴井が追う展開で、ゲームは第8フレーム。第8フレーム持ってくれば6つ目。さあどうだ。いい感じだ。あ、何これ。何これ。リリースの部分の手首のポジショニングが悪かったですね。回転がよくかからなかったまま行ってしまいました。4番、5番、7番、10番、難しいですよ。チャンスが鶴井縄に来ました。鶴井並みどうだ。第8フレーム、薄い。ここは自分のボーリングを貫いてほしかったが、ちょっと嫌な流れを引っ張ってしまったか。問題はこれどう狙っていくかですよね。あの平行ピン通す感じですね。ですスーパープレーが見えるのか。日本か。5番10番が残りました。岩渕ここに来てオープンとなると、これは鶴井にもがぜんチャンスが巡ってきます。縄がこの第8フレームで再び持ってくることができれば逆転になりますね、うん、はい。どうなんだこの一投集めか。よーし、ストライク。見事に逆転です。1位縄、追いかけるのは岩渕、さらに鶴井と続いての9フレ10フレの終盤です。岩渕がどれほどの逸材なのか、さっきの微妙に残った4本スプリットからの第9フレーム持ってこれたらすごいぞ。外に出した。どうだ。よーし、どうだ。よーし、ストライク。まだまだ食い下がる岩渕萌香、ここは強いですね。9フレで持ってくるというのは、はい、真っ向勝負してますね。鶴井荒美の第9フレーム、鶴井もここはストライクでどうでしょう。ストライク。強いボールが出ました。縄には相当プレッシャーになりますね、うん。今日はこの右側の18番の方が苦しんでたというところでしょうね。ジャストを狙っていくかどうか。ダワーキです。狙っていった、はい、うわ、狙い的には良かったようにも見えるんですが、うん、ほぼ筋書き通りのはずなんですけどもね、ピン絡まなかったですね。2人にチャンスを与えた縄になりますね。7番ピン、9ピン差の中に3人がいますね、うん、10フレ勝負です。ストライクは鶴井と矢渕、岩渕萌香。先ほどは大きな大きなスプリットでした。薄めに入っていった感じのようにも見えましたが、今度はちょっと厚めか。厚めか。洗礼を浴びてますね。 P リーグの消極的な投げ方に見えましたけどもね。鶴井荒美10フレ1投目、ストライクをつなげるかどうか。1投目、よーし、ストライク。これは終わってみれば鶴井荒美というケースも、その前に岩渕10フレ2投目、これも難しいピンだ。いけるか。トライだ。よーし、惜しい。最後はテイク2、210フィニッシュ、岩渕萌香。
鶴井の頭の中では最悪2位でも215点以上はいけてるという今中での投球になります、うん、もちろん1位狙いテンプレイ2投目ストライク。これで逆転、渡辺明215でウェーティング、ワールドカードのスコア216を叩けばワールドカードで勝ち上がりです。なわきテンプレ1投目もちろんストライクが、おわわわ外外外外外せちゃった、危ないですよこれ。これは縄的には珍しくちょっと不用意な1投でした。ストライク持ってきて237までいっちゃいます。どうだ鶴井アナミ、よーしストライク、ナイス逆転です。終わってみれば鶴井アナミ237。さあこれは大きな大きな4本、2位狙いしかありませんので必ずスペアが必要です。正面から、スペア4本以上で216以上が出ます。これはヘッドピンを外すわけにはいかない、大事に来ましたよ。縄明222フィニッシュ、ワールドカード見事縄明はゲットしています。1回戦 F グループの戦いでした。F グループは1人濃密の鶴井が準決勝進出、初参戦の岩渕は次回出場停止となった。そしてワイルドカードは寺下、大島、縄が獲得した。最初はなんかストライク出てたからこのライン取りでいいのかもと思って投げてたら初めて4、5、7、10ですかね、初めて残ってびっくりしました。まだまだですね、修行が足りないと思い知らされました。ストライクラッシュすごくなかったですかね。とりあえずワイルドカードでも2進出できてよかったです。ちょっとセフンピンがその練習投球の時からちょっとこう不安てか、あんまりこう確実ではなかったので、こう準決勝も、まあ、もちろんミスはなく、もうしっかりとこうスペアを取れるようにしたいです。